こんな苦しい生活するやったら死んだ方が楽だよなと思いましたね。あと足が若いなら起きちゃいいんじゃないと思いましたし。名古屋市内に住む40代の男性、今も下半身が全く動きません。いや、触ると一応足はあるんですよ、はい、足はあるな、でも全く感覚ないし、いや、こから下がないような感じです。あ、もうこの太ももから下が切断された感じ。切断。妻と高校生の長男の一家3人で暮らしていた男性、去年8月モデルナ社の新型コロナワクチンを接種しましたが、3週間ほど経った頃、突然40度近い高熱が出て、髄膜炎や肺炎も併発し、意識不明になりました。9月の頭にその高熱、歩いてから、うん、歩いて、車で、あ、車行ったらしいです。その頃のことは全く思い出せません。記憶が失われています。仕事以外にもプライベートの僕何したか分かんないですよ。その間は全く記憶がないですね。2ヶ月後意識が戻りましたが、足は全く動かず、感覚もなくなっていたのです。医師の診断は急性散在性脳脊髄炎。自分の免疫で脊髄などの神経細胞が傷つけられ、手足が動かなくなったり目が見えにくくなったりする自己免疫疾患です。インフルエンザや B 型肝炎などのワクチンが引き起こす重い副反応としても知られ、新型コロナワクチンも説明書に留意すべき症状と書いています。男性の場合も医師の診断書に接種により引き起こされたとワクチンの後遺症であることが指摘されています。その頃の膨大な治療の記録なんですかね、ご主人が歩んできた、こちら敗血症になってしまったの、はい、男性の妻はこう振り返ります。今あんまり思い出したくないですけど、帰ってこないかと。男性は一命を取り留め、今年1月にリハビリ病院に転院しました。リハビリ病院に転院したその日にその先生から言われました。ハンマーで本当に頭殴られたような感じでした。はっきりその時以外、望み持って転院したんですよ。もう治らないという医師の告知。それでもおよそ半年間のリハビリを経て自宅に戻ることができました。日々の生活、いろいろご苦労されていること多々あると思うんですけども、一番大変だなと思う時ってどんな時ですか？一番大変なんですか？一番大変トイレですかね。トイレ、肛門付近まで来るとある程度、まあ、健常者はこう今出したらダメっていうにこうなんつうかな、我慢できますね。そう、はい、なんですけど、僕はもう全然できない状態で、肛門まで含め出したらもう本当にもう出るばっかり。男性は脳脊髄炎の影響で排泄をコントロールできず、一度のトイレに2時間以上かかるといいます。生活のため自宅の大規模なリフォームも必要でした。どこをリフォームされたんですか？本人が自分で今後自立するにはその自分で漕がなくちゃいけないので、はい、スロープの角度が5度ぐらい、5度以下4度とかにしなくちゃいけないということで、最長のスロープが必要だという形になります。玄関を新たに作り、長いスロープも設置しました。それでも車椅子で登るにはかなり大変だといいます。かなり上腕も使いますね。そうですね。もう腕しか使えないよ。腹筋も浮かないし、背筋も浮かないし。また和室の一部を広いトイレに作り替えました。まあ、彼専用のトイレ、今あるトイレだと反転しなくちゃいけないんです。180度
晴れはそれはちょっと難しい、横からの乗り移りじゃないと無理ですよということで、風呂場には一人でシャワーを浴びられるようにするため、車椅子の高さに合わせたオーダーメイドの台を設置。もう足動かないからもう、はい、あ、そうか、ずっとこのまんま、あ、ずっとこうまっすぐしたまんまこう行くわけですね。ずりずりずりと腕の力だけで。リフォームの費用はおよそ500万円。さらに自宅周辺は坂が多いため、障害があっても運転できる車が必要ですが、周りも坂道ばっかりなんで、はい、どうしても車が必要なんで、今欲しい車があるんですけども、600万か、はい、600万ぐらいして、かつ自分が運転できるように自動運転装置をつけるとなると、それプラス費用があるんですから。今のところ高すぎて買うことができず、一人で移動できるめどが立ちません。そして重くのしかかるのが医療費です。わあ、この辺も24万。そうですね、はい、24万。これですね、これが一番多いですね。今までかかった医療費ってどのくらいになるんですかね。280万8,443円ですね。うわ、高額医療の申請をしてですよ。あ、毎月数十万円かかり、これまでの総額はおよそ280万円。国のワクチン副反応の救済制度にも申請しましたが、今のところ認められず、他の障害者向けの補助金もこれまでの年収などからほとんど受けられず、ほぼ自己負担になっています。あんな体になって何もないっていうのはもどかしいというか、要は国は、はい、もう自分自身で何とかされていってるんですよね。そうですね、コンビニさえ今行けないし、これが国の進めるワクチンによって起こったことであって、本人のミスでもなく、コロナにかかった人は医療費はただと、主人はこんなにかかるんですよ。ワクチン、国のため、みんなのためのを思って打ったのに、どうしてかかった人が無料で、かからないように一生懸命やった人がこんだけ払わなくちゃいけなくなる。1500万円ぐらいはほぼ自己負担になりそうじゃないですか。そうですね、治るんだったらいいです。1500万かかっても2000万かかっても治らないんです。そこが悔しいですね。産業機器のメンテナンスなどを行うエンジニアとして働いていた男性、来年4月の復職を目指していますが、それでも国による金銭的な援助は必要不可欠だと訴えます。だから僕はまだ生きてるんですよ。生活しないといけないんですよ。とだとお金が必要なんですよ。とだとね、国からそういう補助はあってもおかしくないんじゃないとは思いますよね。